高知工業高等専門学校は、高知県南国市にある日本の国立高等専門学校。1963年に設置された。全国の高専の中で私立として開校し、その後国立に編入されたのは、高知工業高等専門学校だけである。略称は、高知高専。平成27年度より、全寮制を廃止。 希望者は1年生は原則2年生からは選考により入寮できる。本科3年以上はバイク通学ができる。本科3年の夏休み以降は自動車運転免許を取得かまた、普通自動二輪車免許は5年次以降で取得可能である。全寮制の廃止と同時に高知大学朝倉キャンパス発のスクールバスの運行が開始された。 一から三年生は、高等学校の生徒と同じ扱いであるが、学生手帳は存在せず、傾向品は一枚ものの学生証のみ、規定などが詳しく記されている。学生便欄については、傾向を前提としない差しとしている。本科一から三年の学生は、男子学生の場合、冬は学乱、学ラン、多は愛服。学ランの襟の部分には、交渉と、 歌唱がある。女子学生の場合はブレザーでネクタイかリーボンをつける。ネクタイ、リボンは特に指定はない。本科4、5年及び専攻科学生は制服についての規定はない。平成28年度からのソーシャルデザイン、工学科生は男女共にブレザーに変更され、学内のすべての学生が SD 火星になるまでは、学ランとブレザーが共存することになった。平成30年度より、本家3年までソーシャルデザイン工学火星となったため、留年した学生を除きすべての本科生の制服がブレザーとなった。高潜祭と体育祭が各年で行われていたが、平成19年度は、高潜祭と体育祭が一つの行事として3日間連続で行われた。 現在は、体育祭は廃止されており、クラスマッチという形で、高専祭より少し前に2日間行われ、高専祭が毎年開催されるようになっている。また、高専祭は、聖窓火祭に名を変えている。高知市の中心部から遠いため、高専祭や体育祭の開催日には、高知駅前から、針馬や橋経由で、無料送迎バスが運行される。また、 毎年四国五高専六キャンパス、新居浜、湯下商船で総合文化祭が行われる。その他、クラスマッチや、寮でのイベントが存在する。二学期制を採用しているため、定期テストは、前期中間、前期末、後期中間、学年末の年4回実施される。ただし、専攻家は、年2回、元高知学園系列である。学校中に、 無線 LAN が張り巡らされている。高知高専の学生のために設置された学寮で、読み方は、節制寮寮は、学校敷地内にはなく、道路を挟んだところにあり、運動場の向かいに位置するため、校舎からは、若干離れている。建物は1から6号館及び教養棟、風呂場、食堂、ゴミ捨て場によって構成されており、 すべての施設をひとまとめにして節制量と呼ばれている。近年まで建築当初のままだったので破損箇所などが目立ったが耐震工事に伴う改築で4号館を筆頭に順次リフォームされている。またその際にエアコンの取り付け工事も行われている。建物内にはそれぞれキッチンや冷蔵庫、テレビなどが設置されている。補食室がある。飲料、アイス。 パンの自販機や公衆電話が設置されている。学校同様、周辺に買い出しのできる施設がなく、また2005年頃に、寮内の売店が廃止されたため、寮生は、南国市内のサニーアクシス南国店や、ヨドヤ、江南市内の富士グランの1店、ヨドヤの1店、マクドナルドの1 R55 号店、モスバーガーの1店、その他多数の店舗まで行くことになる。 どの店舗も距離にしておよそ 3km 以上は慣れている。ありがとうございます。